Hello there! 始まりました。モテチャンネルです。今回はですね、昨日ですね、一生懸命編集して、ね、作りましたですね、英語講師オーディションですね、の募集要項みたいなのをですね、もうちょっと詳しく言おうかなと思っています。3年以上ですね、この企画考えたのですね、長かったです。豪華審査員陣とかもいますよね。あれもですね、ずっと考えてたんですよ。3年以上ですね、考えてて、ね、やっと実現します。もう大変だったんですよ、これなかなか。で、もともとはですね、映像じゃなくて、この対面でやろうかとも思ってたんですよ、ですね。この実際にバトルをですね、この目の前で見れるっていうのをですね、考えたんですよ。まあ、その、自分の塾持ってるんですけど、それのですね、借りた理由のうちの一つでもあったんですけど、もしですね、北海道から沖縄までの人が東京来るとなったら、やっぱりですね、時間もお金もかかってしまうので、それが映像授業であれば、誰でもできる、誰でも参加できるというので、なので、それで募集します。で、3分以内の動画であれば、何でも構いません。何でも構いませんがおかしいですね。英語を教えてください。で、何を教えるのか構いません。文法だろうが、読解だろうが、リスニングだろうが、スピーキングだろうが、ライティングだろうが、何でも構いません。そして、対象、何でも構いません。トイック、トフル、英検、何でもいいです。大学受験、中学、高校受験とか、何でも構いません。自分の一番得意なものをですね、一番出せるものを持ってきてください。で、そして映像ですから、編集の力も借りることができますから、で、出して構いません。編集をしてですね、やっても構いませんですね。で、もちろんホワイトボードとか黒板とかですね、それだけで勝負しても全然構わないですし、ですね、テロップつけて戦ってもらっても構いませんですね。どんな一種格闘技戦みたいな感じです。この、誰でもいいんですよ、本当に。中学生、高校生、どうぞ。大学生、他にも、そうですね、学校の先生、中学校の先生、小学校の先生、高校の先生、大学の先生、専門学校の先生ですね、予備校塾の先生、誰でも何でもいいです。ネイティブスピーカー構いません。そこで戦いに参加してもらえればと思います。で、まず最初の予選ステージですね、っていうのは、僕とおそらく、寸大の日枝先生ですね、2人で見ることになると思います、予選ですね。多分僕が多分全員見ます。僕は全員見ます。あ、ただし、1人で何個も応募しないでくださいね。それ無理です。1人で1つしか、認めませんので、ですね。で、顔を隠して、名前はどうでもいいですよ。全然偽名で構いません。顔は、まあ、どっちでもいいですけど、隠してもいいですけど、ただまあ、それ圧倒的にやっぱり不利になるのはなるとは思いますね。はい、顔を隠して自分が言うのなんですけども。で、ほとんどは、自分が見、まあ、ほとんどっていうか、全部は自分が見ます。全部は自分が見て、で、最終的に、その決勝を進むのが、まあ、8人にしようと、あ、決勝じゃない、本戦ですね。本戦8人にしようと思っているので、で、そこの多分何人かに絞って、自分が。で、そこで日枝先生に見てもらって、8人を決めようかなと思ってます。で、8人になったところで、本戦ですが、本戦は2分にしますので、って思うかもしれないですけど、いや、そうなんですよ。見せ方の勝負って、時間あったらダメなんですよ。まあ、本当は1分でもいいかなと思ってるんですけど、やっぱ1分だと出せないっていうのがですね、あると思うので、2分にします。2分で出してください。自分の力をですね。だから30分あればとか言いますけど、30分なんて当然ですね、YouTube とかもそうですけど、見られないですから、ですね、その短いところでいかに、ね、見せるかっていうのを審査のですね、基準としてますので、決勝に行くですね、8人には、こちらから伝えて2分の動画にしてください。2分以内の動画にしてください。もちろん、その最初に出してくれた、予選の時に出してくれたものが2分以内のものであって、それ変えないでそのまま出しますって言ったら、全然構いません。それで本戦で審査するのは1人加えますので、もう1人シークレットのです、ね、審査員が加わりますので、その人が見て8人をです、ね、審査します。で、残った3人ですね、まあ、もしかしたら他 の, です、ね、超有名講師陣も手伝ってくれるかもしれないなとちょっと思ってますけど、ですね、で決勝残った審査、決勝残った審査員じゃない、決勝残った3人っていうのはですね、同じビデオで、見ます。その本戦のやつですね、本戦のやつと同じビデオで見ますけど、で、僕らに加えてですね、このすごい有名講師陣が、見ます。で、本戦は、視聴者投票もしますので、視聴者で多分まあ、この
YouTube チャンネルに上げて、全員の上げて、8人分上げて、で、この、これですね、いいねの数で、見ようかなと思います。それで誰が一番取るのかっていうのは、ちょっと見ます。だから、1人1票というか、まあ、8票なわけですよね。で、見てる人たち。まあ、もちろんアカウントたくさん複数持ってる人たちが有利になっちゃうんで、なっちゃうんですけど、それただ、このですね、いいねっていうのは複数押せない。その1アカウントに対しては1個しかないですから、ね、そのビデオですね。では別に8人全員に押してもいいですし、で 3人に押すとかでも構いません。で、それを、で一般の人は、ああ、こういうふうに見るんだっていうのも、考慮に入れます。で、そこで3人に絞る。そう、だから2人にね、絞らなかったと、決勝を2人にしなかったのはそういう理由なんですけど、一般の人のやつ、意見もちゃんと考慮に入れて、で、見たいっていうのが。で最終的には、超豪華審査員たちに、それを見てもらいます。ですね。そうすごいですよね。審査員このですね、四大予備校すべてを歴任した福崎先生とかですね。そして、スタディサップの関先生ですね。すごくないですか。で、河合塾のですね、成川先生とかとですね。これ、すごくないですか。もうこれで。で、西京先生ですね。この動画にも出てもらいましたね。そして安子先生ですね。彼らですね。まあ今井先生にもね、なんかいないのかみたいなね、聞いてましたけど、今井先生、まあ多分飲んでる席で見せればいいかなと思ってます。あ、このオーディション自体は知ってますよ。彼らもですね、やることを知っていますけども、まあ見せられることは見せられるかなって。その他にもですね、いわゆる、各予備校のですね、トップ講師たちにもですね、他のですね、交渉はしたりはしてます。見てくれませんかみたいなですねのは、言っておりますので、もしかしたら彼らのですね審査員としてではなくて、ただコメントを聞くことはできるかなとは思っていますので、でまあ一応ですね、彼らに見てもらって、どの人が一番良かったかとかっていうのをですねコメントちょっともらおうかなと思ってます。あ、別に映像として出てくるわけでは多分ないと思いますね。まあ多分成川先生は一緒に見てくれると思いますねで、コメントしてくれると思いますけども、うん、まあ面白かったっていうのはみんながあれですね、いいですよってすぐに言ってくれたっていうのが、びっくり、しますね。1日経たないで全員 OK 出ましたからね。全員にお願いして全員すぐに OK が出たっていうのが、ね、面白かったですね。やっぱり皆さん協力してくれますね、僕に。本当にありがたいなと思います。はい、この豪華で、講師陣をうならせるですね、授業をお待ちしておりますので、ですね、もうすでに、何人かっていうか、もう若手とか、実際予備校でやってる人をですね、参戦するっていうのをですね、言ってきてくれた、人もいますので、その人たちと戦うって良くないですか？その面白くないですか？やっぱ戦うの楽しくないですか？自分自身そうですね、やっぱり楽しいですよね。だから、やってみませんか？皆さんもですね、ぜひ挑戦してください。もう誰でもいいですから。でも、次戦、他戦は問いませんって言っても、実際映像を撮るのは、まあ、本人じゃないといけないですけど、ぜひですね、戦ってもらえればなと思います。で、期限、5月18日ですね、そこまでに、15日だったっけ？忘れて、そこまでにですね、絶対、このいろいろ曜日とか管理ですね、考慮して、これぐらいかなと、1ヶ月準備したり、編集したりとかもあるかなと思って、1ヶ月でしようと思ったんですけど、1ヶ月以上ちょっと飛びました。で、で、そうですね、優勝した場合は当然、書いた通りですね、著者としてデビューします。私は本プロジェクトいっぱいありますので、ものすごくあって、手が足りてませんので、なので、その中のですね、もので、多分、それ以上にどんどん出せると思います。もし書く力があればなんですけどね。すごくたくさん、チャンスはあると思います。で、さらにこの有名講師とも会えますので、この審査員たちですね。で、私いっぱい、会ってますから、彼らともですね、会う機会が持てると思いますので、ぜひ挑戦してみてください。まあ、あとはそうですね、これ8人になればもう、ね、決勝8人に残れば、いわゆるこの動画出ますからね、ように、出るので、それでもうかなり有利は有利ですよね。それを見てもらえますからね、ように知ってもらえますので、ですね。はい。で、そんな感じですね。で、そうですね、3人になったら相当すごいですよね。もういろんな人に見てもらえますからね、超有名講師陣にチェックしてもらえますからね。で、あとはそうですね、この全力でプッシュしますので、いろんなコネが、やっぱこの業界ですね、コネも大事なんで、
その辺の、上に上がれるようにして、たくさんの、努力をするし、あと、賭けっていうのがね、履歴書で、まあ、武藤先生なんていうのもですね、講師グランプリ、そう、関先生主催の、講師グランプリで優勝した人です、ね。で、彼は今や若手ナンバーワンになったわけですからね、若手のトップですよ。あの、ぶっちりのトップですからね、多分あの、まだ、武藤先生、武藤先生誰とかって思ってる人もいるかもしれないですけど、あの、もう、ぶっちぎりのですね、トップの業績を持っておりますので、まあ、その辺のことも必要ですね。やっぱり、それは彼はやっぱり講師たちですね。全国のその講師グランプリの若手講師グランプリのオーディションの中でトップを取ったっていうのは、やっぱすごく大きかったので、ぜひですね、今回若手でも関係ないですから、年齢も不問ですから、ここでですね、一発、ね、当ててもらえればなと思いますので、ぜひぜひ応募してきてください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.